今日はこの新聞紙で作るエコバッグの作り方をお見せします。で、作る前にポイントなんですけども、この新聞紙の中折れ線からこの左側、こちらがこのバッグの表紙になります。これを意識して作ると見た目もこだわったものができます。お役に立ててください。じゃあ作ってみましょう。